決戦はすでに前倒し的に始まっています。日米安保ガイドラインの再改定が今年の年末に行われ、その中間報告はすでに10月の8日に出されました。特定秘密保護法は12月の10日施行されようとしています。その安倍政権に対して労働者学生の怒りが今頂点に達しています。その怒りが松島を打倒しました。小渕を打倒しました。次は安倍です。仙台原発の再稼働、消費増税、これから労働者学生の怒りはますます高まってくるでしょう。その先頭にその怒りを爆発させるために11.2労働者集会に何としても1万人の決死を勝ち取りましょう。そして 11.2 全国労働者総決起集会を引き継ぎ、学生独自のデモとして12月6日国会に向けてデモを行います。安倍政権を打倒します。この戦いを出発点として全国大学で学生自治会を作ります。ストライキを行います。全国の労働者の皆さん、共に学生と共に、戦っていきましょう。それではまず主催者挨拶として、道路千葉より、川崎執行委員お願いします。結集された仲間の皆さん、大変ご苦労様です。主催者の挨拶として、私の方から簡単ですけども挨拶をさせていただきたいというふうに思います。本日は全国労働交流センターと全学連の主催なんですけども、今日主催者である道路千葉の委員長の田中がですね、現場の支部の大会がありまして、今日どうしても参加できないということで、私の方から挨拶をさせていただきます。ご容赦いただきたいというふうに思います。まず冒頭、本日全学連の仲間を先頭にして一日の戦い、本当にご苦労様でした。この戦いを皮切りですね、そして、これからの集会でも皮切りして、11.2 集会に攻め上っていきたいというふうに思います。安倍政権は集団的自衛権行使の閣議決定を強行しました。で、改憲と戦争、社会丸ごとの民営化、総非正規化への道を突き進んでいます。で、我々は今歴史の分岐点に立っていると言っていいでしょう。戦争をする国への社会の大変換が加えられているわけですけれども、戦争への道は絶対に許してはなりません。怒りの声は社会の隅々まで積み上がっています。時代が今本当に動き出そうとしています。国鉄分割民営化後期以来交代を強いられてきた労働運動の変革が今本当に求められているんだというふうに感じています。分割民営化体制の全面的な崩壊が今始まっています。で、JR 情勢も激変しようとしています。まさに国鉄闘争が正念場を迎えています。1047名闘争もこういう中で正念場を迎えています。今皆さんも含めて全国の仲間にお願いしている解雇撤回の10万筆署名は7万3000筆を突破しました。あさって23日には5回目の署名提出行動を行いたいというふうに思います。そこへの決心もお願いしたいというふうに思います。で、戦いは各地で大きく前進しています。今全国で行われた各地の国鉄集会は一昨日までで33カ所すべての地区の集会が大成功のうちに勝ち取られています。これは分割民営化以来かつてなかったことであります。そういう意味ではこの力で 11.2 集会への1万人結集を実現したい。そうすれば絶対に情勢を動かすことができるというふうに確信します。今 JR の中でも情勢が激変しています。 JR 北海道や貨物に象徴されるもはや手の打ちようのない分割民営化体制の崩壊が目の前で進んでいます。で、そしてもう一つはいわゆる国鉄債というふうに言われる労働者の大量退職問題です。JR はそれを国鉄的なものは一掃する、要は組織破壊攻撃としてそれを利用しようとしています。しかもこの攻撃に対して国労や JR 総連、JR 連合も含めてあらゆる勢力が総屈服している状況の中です。それに唯一これから立って戦おうとしているのが道路千葉、そして我々の勢力です。
で、この戦いをやりきれば、JR での組織化、国鉄闘争の発展、これを作り出すことは絶対に間違いありません。ですから我々道路チワは、本当に国鉄闘争の先頭になって、労働者を組織する、外注化された先の労働者も含めて組織する、そういう戦いに打って出たいというふうに思います。よし。で、そして、この JR が狙っている大量退職攻撃がもたらすものは、全面的な外注化と雇用の破壊です。で、安全の破壊をもたらすことは言うまでもありません。で、JR 北海道だけの問題ではなくて、すでに我々の足元までこの安全の崩壊が迫っています。もうすでに皆さんご承知の通り、千葉では真っ赤い車両センターというところで、労働者が小指の先を切断する、そういう事態になっています。また、調子というところでは、我々道路千葉の組合員が車両の床下で作業しているときに、ブレーキが緩められて、車両が浮き出そうとする、要は引き殺されそうになるという、そういう事態まで発生しています。外注化は本当に安全を破壊する、労働者の生命を奪う、そういうところまで来ています。ですから我々はこうした事態に対して、何よりも外注化粉砕と外注先労働者の共に立って共に戦おうということを訴えて、10月1日にストライキを行いました。で、この戦いは必ず外注先労働者の心を捉え、組織拡大が実現するというふうに確信しています。そして、こうした戦争情勢と外注化を取り巻く情勢の中で、11.2 労働者集会が開催されます。で、クーデターに等しいやり方で憲法が踏みにじられようとしているわけですけども、今日まで戦争への道を阻止したのは政治反動に立ち向かい続けてきた労働運動の力だったはずです。それが分割民営化によって覆され、30年を経て集団的自衛権行使の閣議決定まで来ました。これからが本当の正念場です。見てください、あの安倍政権のガタガタになっている姿、支配の崩壊が始まっているじゃありませんか。もう政治そのものができない、政治家自身が政治ができない、こういう状況になっています。勝つのは我々です。打倒されるのは安倍政権です。この確信に燃えて、今日の 10.21 国際反戦デー闘争を貫徹して、11.2 集会へ、突き進んでいきたいというふうに思います。で、今年の11月集会は歴史の転換点における集会であり、国鉄闘争の正念場での集会です。11月労働者集会は労働運動の変革を正面から掲げた唯一の全国集会です。労働者の団結した戦いこそが歴史を作り、社会を変革する力です。今ほど労働運動の復権が求められている時はありません。戦う労働運動を再び歴史の最前線に登場させるためにも、全国の仲間たちを訴えて、国際連帯闘争のさらなる発展を勝ち取らなければなりません。今日参加された、全ての皆さんが 11.2 集会への組織者になって、職場そして地域丸ごとの組織を実現する、そして 11.2 集会への労働者市民学生の即決強化する、その先頭に立っていただきたいというふうに思います。で、そういう意味では今日の集会というのは全国で勝ち取った33カ所の集会に続く34カ所目の集会だろうというふうに思います。そういう意味では今日の国際反戦デー集会は本当に生きたからかに戦い抜いて、戦闘的デモで渋谷のデモを貫徹したいというふうに思います。以上を訴えて発言に変えたいというふうに思います。頑張りましょう。ありがとうございました。続いて同じく主催者挨拶として全学連委員長の斉藤君よりよろしくお願いします。どうも皆さんお疲れ様です。学生の皆さん、本日は一日の行動ありがとうございます。そして労働者市民の皆さん、共に行動を打ち抜けることを本当に嬉しく思います。よし。本日10月21日、本日は71年前には今このすぐそばにあります明治神宮外苑の場所から10万人を超える学生が、あの二つの戦争に学徒出陣として送り込まれた、本当に許せない悲しい日でもあります。しかし同時に皆さん、
今から48年前の今日は全世界に希望を示した日です。メダルの戦争に反対し、労働組合を中心にして210万人がゼネラルストライキに突入して、それが全世界に広がってアメリカの学生は徴兵カードを焼き捨て、沖縄の基地の労働者は貴重な価格のストライキで空爆を阻止し、そしてそれがベトナムの民衆を勇気づけて、世界最強と呼ばれたあの米軍を戦争遂行不可能に追い込み、ベトナム戦争を止めた、そういう日が本日10月の21日です。私たちは今この歴史の転換点に来ているこの時代に、こういう行動を学生と労働者が共に打ち抜くことができる、ここに本当に大きな意味があるというふうに私は思っています。今アメリカはイラク、シリアへの侵略戦争を本格的に開始しました。集団的自衛権を語り、イラクからの要請があった、こういうふうに言って40カ国の有志連合でもってイラク、シリアに空爆を繰り返しています。皆さん、私たちは歴史の教科書で国連があるから二度と大戦争は起きない、こういうふうに教えられてきました。でも今40カ国の有志連合でてめえの利益を語れば、自衛権を語れば、どっか世界の他の国々で空爆してもいい、こういうことが今目の前で現にやられてるじゃないですか。こんなことを許していいんでしょうか。そもそも私ははっきりさせたい、あの IS という国を生み出してきたのも、今まさしくイラク、シリアに空爆をしている40カ国の有志連合の側です。IS に武器を渡したのはアメリカです。そもそもイラクに戦争を行い、油田の権益を取り、そしてシーア派を徹底的に優遇する一方で、スンニ派には油田の開発権をスンニ派だから禁止、こういう形で経済的に宗派対立を煽ってきたのはアメリカの側です。その結果、その中東支配が破産して、その武器がアメリカの側に向けられた、たったそれだけのことに決まってるじゃないですか。今起きてることは、これに対して空爆を行う、これが自衛なんですか。こんなのはただの侵略に決まってるじゃないですか。そしてこの戦争に安倍政権が有志連合の一角として参戦する、このことを言っています。ほんの少し前、あのイスラエルがパレスチナに空爆やった時、日本の三菱重工がアメリカの冷戦車という軍需産業を経由してミサイル部品を売りつけ、そしてそれがパレスチナへの空爆に使われた、そういう話がありました。これからますます同じことが進もうとしていると思います。日米安保のガイドラインの改定をもって、安倍政権は平常時もそして緊急時も関係がなく、そして自衛権を主張すれば地球の裏側に自衛隊を派遣することができる、シームレスな日米安保体制を作る、こういうことを言っています。皆さん、憲法9条に示された内容はこれをもって完全になくなる、こういうことが今やられようとしています。私たちはこんなことを今までの私たちの先輩から受け継いだこの日本の歴史を守り抜くためにも絶対に許すわけにはいかないし、そのためには私たち自身の行動でこのようなあり方を絶対に粉砕しなくちゃいけない、そういうふうに思っています。そしてその最大の焦点は私たちの日常の現場です。労働者であれば職場であり、私たち学生であれば自分たちのキャンパスです。今学徒出陣は経済的徴兵制という形で行われようとしています。奨学金を払えなくなった学生は、待っていてもいい就職なんかできっこないから、自衛隊に2年間インターンシップにいて、防衛省の方はもうやってもいいと言っている、こういうことを日本学生支援機構、奨学金を貸している等の機構の政策企画委員が文科省の会議で言っているわけです。金が払えないならお前の命で払え、こういうことを今学生に対してこの国は言っている。私たちはこんな国のために死んではいけないし、そのようなことを大学が迫るのであれば、この今の大学の体制そのものをぶっ潰さなくちゃいけない、生きるために、声を上げるために、私たち自身の行動にひっくり返さなくちゃいけない、そういうふうに私たちは強く思っています。今外へ向かっての戦争と内へ向かっての貧困は、経済的徴兵制を例に示されるように完全に一つの問題として現れています。戦争と貧困は一つの問題としてつながっています。国鉄の分割民営化以来、労働者に対して徹底的な賃下げ、非正規職、外注化、そうやって労働状況を切り下げられるのと一体で、大学においては学費は上がり続け、
私たち学生は貧困に落とし込められてきました。そして大学の中では学生自治が破壊され、自由にビラをまくことを一つ取ってもできなくなってきた。こういう現実が伝わりました。それはまさしく法政大学のあり方によく表れていると思います。労働者が国鉄分割民営化以来ずっと叩き込まれてきた現状と、私たち学生が叩き込まれてきた現状、これは結局一つの問題で、私たちを戦争に動員するために、石油利権の取り合いの戦争に私たち学生を動員するために徹底的に数十年にわたって続けられてきた政策の結果だということです。だから今必要なことは、私たちが自分たちの現場から戦う力を蘇らせなくちゃいけない。私たち学生は学生自治会の再建に徹底的に挑戦します。戦う労働運動と連帯して、11月2日の労働者総決起集会と連帯して、労働者の労働組合と、そして学生の学生自治会、この2つの力でこの社会を取り戻すための戦いを、団結して行動していくための力を共に取り戻していこうじゃないですか。12月6日の国会でもにもう一度全学年が立ちます。この今日の行動を持ち帰って、自分たちのキャンパスからもっともっと多くの学生を組織し、学生自治会を蘇らせ、その力を持って安倍政権を打倒する法制化に踏み込みたいと思います。先ほども言われているように、もはや安倍政権はグラグラです。まともに政治をやるようなことすらできない、その程度の閣僚しか彼にはもういない。これが今の日本帝国主義の紛れもない真実の姿です。私たち自身の行動で必ず倒すことができます。本日のデモを力強く打ち抜いて、共にこの 10.21 国産反戦デーを世界に届くような戦いにしていきましょう。そして全世界の反戦運動を共に、戦争を本当に止める行動を、今日この日から歴史を変える戦いを共に作り出していきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、お待ちかねの時間がやってまいりました。合同一般労組全国協天下 無敵のしこりの仲間がやってきてくれています。吉本さん、発言お願いします。どうも、結集された皆さん、お疲れ様です。全国労働協議センターに所属します。東京西部ユニオン天下無敵の運動委員会です。学生の今度11月2日の集会なんですけど、はい、よかったら来ていただきたい。本日は日比谷お昼から確か新宿でヘイトスピーチがヘイトノーヘイトあそっちの方に何かあるんですか。全国連の皆さん、新宿でありますね。そっちの方に行く、後ろ立ったら脇行く、そっち行きたいですね。11月2日どこ。日比谷4日比谷やだからさっき言った1万人集会というか、はい、そういう集会があるんで、もしですね、これこういうの大きくした感じ。チラシとかありますか。1943年10月21日ちょっとね、こんな暗いと思わなかったんですよ。すいません、目が見えない。まあいいな、これな。要は戦争責任も取れない、あ、いや、すいません、戦争責任も取れないような天皇の命令でですよ、全国の学生が、学生さんがね、学徒出陣壮行会、本日、この地、本日、ね、71年前に学生さんが勉強もしないで戦争行け、戦争の責任も取れない天皇の命令で駆り出された日なんですよ。学生の皆さん、青年の皆さん、この同じことを今の安倍はやろうとしています。許しがたい、許しがたい、本当だ。こんなことをね、絶対に許すことはできない。青年、学生、我々労働者、労働組合の力でこんな腐ったね、間違った世の中をひっくり返そうじゃありませんか。皆さん、学生さん、青年の皆さん、戦えば勝てます。労働組合が団結して
戦えば勝てる時代です。戦争か革命か、この時代に答えは一つです。我々が団結して労働組合でこの社会をひっくり返し、我々の社会の手に取り戻しましょう。よし、ここに平成の小判がこれだけいる。聞け、権力の連中よ、我々労働者には失うものは何もない。さあ、これから我々の本当の労働者の力を見せていこうじゃありませんか。共に戦っていこうぜ。それで今日はうちの鈴コンの分会長、うちの分会長と折山あそこにいるんですよ。そして天下無敵の志向連の小竹の中村院長もあそこにいます。今日は昼からね、法政大へ行って小竹の副委員長が何も言ってない学生さんと一緒にデモをやってきています。最後に小竹副委員長から発言してもらって、ありがとうございます。2021国際反戦練習会結集お疲れ様です。今兄貴分の鈴コンの吉本さんが話しましたけど、本日午後から学生の皆さんと法政法医でもまず出陣してきました。初め休みのデモにも参加してきたんですけど、とても足腰がボロボロになってて、この後のデモはちょっと無理かなみたいな。ただ青年が法大当局に熱意を持って話をしているにもかかわらず、奴らはヘラ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 と笑いながら彼らの話を何一つ聞こうとしない。そんな当局の姿を見た時に、お前らそれでも教育者の端くれだと思いました。教育者が宿命なら先頭立って指導するのが当たり前だろう。何を指導しているんだ、青年たちに戦争に行けって言ってるのか。そんな怒りがもうメラ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 と沸き起こりました。そしてそこにやっぱり学生さんと連帯して労働者も青年に負けないように頑張っていこうじゃありませんか。簡単ですけど、すいません。すいません。言い忘れて怒られそうで、すいません。忘れました。11月2日、国際。一万人結集で本日からまだ2週間あります。11月2日の一万人結集で国際連帯の集会を大成功勝ち取るじゃありませんか。団結して戦いましょう。もう一度天下無敵の志向連に大きな拍手をお願いします。さあ、それではどんどん集会盛り上がってまいりました。どんどん